暗いが怖いでジャリジャリジャリ、今日も京都でジャリジャリジャリ、君たちに孤独の気持ちがわかるのかい？ということで始まりました、ウルトラハードコアミッドナイトチャレンジ。ウルトラハードコアミッドナイトチャレンジを毎回言うの大変じゃない？何よその難しいものをすべて詰めましたって感じの名前。やっぱりアベルはそういうマップを好んで選んでるんだね。そういうこと言うとまたみんなが勘違いしちゃうからね。で、このマップは朝が来ないように設定されてるんですよ。つまりずっと敵が湧き続ける状態なんだ。それに加えて難易度はハードで死んだら終わりって鬼畜すぎない？うむ、いろいろと工夫しながら生き延びなきゃいけませんね。てか、どこにも木が生えてなくない？え、まさかの木材縛りなの？待って、早速敵が接近してきてるよ。ははは、所詮ただの雲ですよ。っていうか、このマップって巨大な空島だったのか。あ、下に廃坑みたいなのがあるよ。あの廃坑にある木材を回収しろってことなのか？木材を回収するのですら命がけなんだぜ。マジアベルさんの人生ハードコアって感じですわ。とりあえずどうやって下に降りるかを考えないとだね。この雲との戦闘は避けられないか。雲ごときが調子に乗ってんじゃねえぞ。この右手でどれだけのモンスターをなぎ倒してきたことか。それはいいんだけど攻撃食らうのやめてくれる？ダメージ食らいすぎてお腹が空いたら後々面倒だし。あ、そこは心配しないでも大丈夫だよ。え？このチャレンジだと削れた体力は回復しないからね。なるほど、それなら満腹ゲージを気にしないで良さそうだね。いやそっちの方が大問題じゃねえかよ。まさかこんな序盤でハートを3つ削られるとはね。今後のアベルさんに期待ですね。最初からお前に期待なんてしてないからな。まあなんというか、下に降りたところでって感じだよね。簡単にモンスターどもにひねり潰されそうだ。確かに、かなり慎重に降りないと簡単に殺されるぞ。とりあえずこの砂利を使って降りるしかなさそうだね。せめて木の一本ぐらい生やしてくれてたっていいのによ。そんなわけで砂利を落としてるんだけど、これさすがに効率悪すぎない？思った以上に高さがある分かなり量がいるわね。もう捨て身覚悟で飛び降りちゃったら？そんな簡単に人生を終わらせたくはないね。いくら無謀な挑戦でもさ、最後までやりきることに意味があるんだぜ。いいから、そういうエモい雰囲気とかいらないから。でも確かに、砂利で降りようとするのはさすがに効率悪いな。明日に希望を砂利砂利砂利。そんなわけで、頑張ってここまで降り積もらせました。なんで殴ったのねえ、なんで殴ったの？あー？やだやだ、ここまで頑張ったのに死にたくないよ。おで、お家帰る。もうこの人生に未来を見出せないよ。ってアベル、一旦戻るんじゃなかったの？やっぱりダメだ。ここで逃げたら男じゃねえ。境地に立たされた人間が一番。あっ、やめてくださいやめてください。アベル、私に一つ提案があるんだけどさ、一度死んで人生をやり直すってどう？笑顔でとんでもないこと言ってるからね。とりあえず後ろの方に避難しておきますか。スケルトンがいるとマジで身動き取れないな。よし、これでまた最初から人生をやり直せるね。人生理性ちょっとさっきの反省点上げていかない？やっぱり序盤に3割削れたのが大きいんじゃない？この雲は確定で湧いてるみたいだし、ノーダメで倒したいよね。うむ、同じ過ちを繰り返さないことに定評がありますからね。どや？いや一撃もらってんじゃねえか。てかさ、ここにある水を使ったら簡単に降りられる気がするんだけど。ああ、なるほどねー。正直言うと分かってたんだけど、アテネに気づいて欲しかったんだよね。は？水を流して降りたらモンスター避けにもなるだろうからね。それでは早速実践してみましょい。こんな感じでよろしいんじゃないでしょうか。よろしくはないみたいだね。でも、水流の流れを変えたら降りられそうだね。俺たちに砂利なんて必要なかったんだ。あ、ちなみにこの配布マップの最終目標はエンドラ討伐みたいだよ。え、そこまで無謀な最終目標他にある？体力回復しないのにエンドラはさすがに無理でしょ。うむ、これを達成できた人が本当の英雄だよ。まあアベルさんは英雄とかに興味はないんだけどね。よし、これで下に降りられるようになったんじゃない？警戒するべきはスケルトンだね。あいつがいるだけで状況がかなり変わるからね。それでは慎重に降りていこうではないか。一応周りに敵はいないみたい。どういうこと？クリーパーが上昇中でございまーす。そういう勝手な動きマジ迷惑だからやめてくれないか？なんでクリーパーに説教してるんだよ。てか、モンスターが登ってくることも考慮しないといけないのか。完全に油断しちゃってたね。これあれだ、下側に足場作れば安全じゃん。確かに確かに、これなら安全に木材も回収できるね。はぁ、木材を回収するのがこんなに大変だったとはね。いやでもね、勘違いしないでもらいたいんだけど、このモードすっごいやってて楽しいです。わかる、いつもとは違う極限状態でのサバイバルって感じだよね。いかに普通のサバイバルで命を大切にしてなかったかを実感できるよ。死んでも復活できるから別にいや、そんな甘い考えなど通用しないのです。わーい、初めての木材回収だ。
とりあえずツール一式と松明を確保したいわね。あとはできれば盾が欲しいね。盾さえあればノーダメで生活できるんだけどな。流れるように嘘つくのやめなよ。それと、食料問題をどう解決するかだよね。うむ、パンができる頃には餓死してそうだからね。個人的にはステーキとかお寿司とかが理想かな。うん、少し黙ってようね。そもそも、この世界に動物とかスポーンしてるのか？アベルはその時、自分の身に起きる危険を即座に察知した。そう、スケルトンに見つかったのである。バカなこと言ってる暇があったら早く戦う準備をしろ。ええ、アベルはその時、自分が、三度目の正直って言葉を知ってるか？今の良くなかった点としては、スケルトンを甘く見たところだね。どうしてすぐに逃げなかったか教えてくれる？いや、ほんとごめんなさい。一生の懸命さっきのところまで巻き返しまーす。うおー。いやー。ここまでがチュートリアルみたいな感じだな。で、木のピッケルを作るのに必要な木材は9個だよ。さすがアテネさん、計算が早いですね。もしかして足し算ができるんですか？お前潰すぞ。木のピッケル来たー。やったやった、これで石炭が回収できるよ。ほらアベル、石炭探してきて。それがね、アテネス1、すでに石炭は見つけてあるんだよな。おお、アベルのくせになかなかやるじゃない。ゾンビを処理してから安全に回収したいわね。倒すの面倒だからな、楽にポイッとしちゃおうか。こういう生活でどれだけ起点を聞かせられるかな。え、待って待って、さすがにこれは逃げた方がいいよ。いかに起点を聞かせて逃げられるかが重要なんですよ。おいおい、どれだけ応援を要請してるんだよ、お前。うまいこと水の流れで奈落に落ちてくれないかな。あ、でも、ゾンビ肉をロストするのって意外と痛手なのか？いいえ、ゾンビ肉なんて食べたくないです。食べたくないものを無理に食べる必要はないと思ってます。うん、栄養が偏りまくるタイプだね。お、これはうまく奈落に流れてくれるんじゃないか？4名様奈落にご案内。なんでそうなったか、明日までに考えといてください。こいつらに明日はないんだよな。これで無事に石炭が回収できるね。ああ、暗闇の世界からはおさらばだ。それでアテネさん、これからどうしていきますか？できるだけ木材を回収して、安全の確保かな？食料問題については骨粉を入手するのが手っ取り早そう。ふむ、スケルトンとの戦闘は避けられないわけですな。そうなってくるとやっぱり盾が必要になってくるのだよ。まあ普通に石炭があったし、鉄鉱石も探せば見つかりそうだね。ああ、松明の安心感が半端ないね。ということで、下にも松明を置いておきました。安全地帯を広げる、それすなわち生存確率が上がるということ。ここまで割と体力減らずに来てるし、慎重に行きたいわね。そういえば、エンドラー RTA の最速ってどれぐらいなの？ランダムシードだと26分が最速だと思う。まるでそんなの参考にならないんだけどね。下にこの廃坑が広がってるのを見る感じ、本当に木は生えてなさそうだもんね。エンドラからの攻撃を考えても体力は1すらも削られたくないし。そう、このモードではベッド爆破作戦が無理ということなのだよ。ああ、尺的にエンドラは無理そうだし、なんだか残念だな。尺があっても討伐できないだろ。てか、先に斧作ってきた方がいいんじゃない？うむ、ツール一式揃えちゃいますか。ツール作るだけでここまで時間かける実況者他におる？驚くほどに進行速度が遅いな。でも、かなりの達成感を感じるわね。ああ、ここまでの道のりは決して楽ではなかった。思い返せばいろんなことがあったよな。あ、そういうのいらないんで。あ、はい。見て見て、当てね、最初の場所に鉄鉱石があったよ。体力が減ってることに関しては触れないでおくか。まあ別に鉄ツールはまだ必要じゃないし、盾を優先しようか。てか、さすがに石炭が足りなさすぎるな。危険を承知で上の方に進んでみるしかないね。もしかしたら動物が見つかるかもしれないからね。さあ、念願の盾を入手したわけなんだが、石炭を求めてホリホリします。あやー。なんでシミがこんなところに埋まってるんだよ。この世界じゃシミにすら油断できないよ。昔はちょっと可愛いかなって思ってたけどよ。もうお前たちのことなんて微塵も可愛いとか思ってないからな、バーカ。罵倒のレベルが小学生だよ。ほら、シミと遊んでないで早く上に行こう。カサカサ動くな、あいつを思い出しちまうだろ。よし、頑張ってここまで来たぞ。ねえ、さっきからずっとここで停滞してるよね。とりあえず上に出てみないと状況はわかんないよ。だってずっとモンスターの声が聞こえてるんだよ。てか、こいつが骨落としてくれたら帰っていいよね。ダメでした。正直この体力じゃこの先どうしようもないんだけどね。でもこれって金リンゴとか食べても意味ないのかな？確かに、何かしらの救済処置は用意されてそうだよね。うわぁ、これはやばいですねー。あ、でも石炭がいっぱいあるよ。これだけでもここに来た価値は十分あるわね。洞窟で散々あっても無視してたけどさ、これからはちゃんとお前たちと向き合おうと思うよ。多すぎて回収するの面倒になっちゃうんだよね。で、アベル、雲が来てる。雲から始まり雲で終わる。そんな人生も悪くはないんじゃないだろうか？はぁ、あ